皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も青の、塔ですね。青の塔じゃなかった、くまモンの塔ですかね、遊んでいきたいと思います。さあ3回ですね、チャレンジ出しましょう。いや楽しいですね。今なるくんポテチ食べてるんですけど、何のポテチ食べてるでしょうと。さあなるクイズと、まあ、結構なんか同じ味をよく食べますよね。正しいトロッコを乗ってスイッチを押しに行こうと、鍵を集めて扉が脱出しようと。なるほど、どれが正しいか分かんないですけど、さあ行ってみましょう。上がゴールですか。ということで正解は、うま辛チップスさんを食べておりました。わあ、これ何これ、こっちから乗ってみますか。わあ、そんな最初から失敗するとか。さあ行きましょう。まあこの下、右下がダメなら右上はいいとか、多分そんな感じなんでしょうね。なんか心理的な感じですけどね。この右上行ってみますか。何にもない何にもない、まさかの。さあでは左から行きますか。この前のコラボあれですよね、迷路がありましたよね確か。お、青チケ出てほしい。出ないですか。次こそ右でしょう。これ自分でここ行ったらそんなバナナ。さあこれなんかヒントとかないですかね何かを見たら大丈夫ですよみたいな。あ、これいけないんですね。歩いて行けそうな感じしてますけどね。さあ青チケ出て、動きが遅くなっちゃった。青みさん全然来ないですね。さあ、おお、あーなるほど、これでさっきの上の牢屋が開くんですね。もう上がゴールかと思ってた、そういうわけじゃないと。さあまた右行きますか。右ばっかりチャレンジしますけど。さあガスマスク、まあでも青切りなんか全然距離離れてそうですけどね。さあ、え、ゴール、本当に、まさかの、どこからくまモンちゃん来たの。いや鍵がね、鍵どこ。さあ鍵ってどこですか。鍵、そういえば鍵の存在忘れてましたね。え、左上と右上なんかありました。なんかマップ隠れてるのこれ、もしかして。ん、どういうこと。そもそもお兄さん、あ、ここが入れるってこと、なるほど。さあでは行きましょう。これは何でしょうね、右から行った方がいいんですかね。行き順が結構大切だったりしますよね。あ、こっちにもトロッコあるんですか。うわ、そんな、これ絶対今度こそ右でしょ。お願い、ほんと右であってほしい。さあどっちどっち、ダメ全然ダメ。いやもうこれ全部左ってことですかって、私が今思ったら皆さん多分あれでしょうね、そんなことないよみたいな。なるほどさん罠にかかりましたねと。なるほどさんがただ運が悪すぎてあれしてるのよみたいな。これは左でしょ。どっかにヒントあればいいんですけどね。これも左、本当どう。そんな、いやこんなに運が悪いことってあるんですかね。まあ、なるくんすごく運が悪くて有名ですけどね。ガチャ運悪い、ライブ運って何、悪いんですよね。本当びっくりしますよね。何も本当に知らないでこんなに外すなんて。全部外しましたね今のところ。でこの次右でしょ。これで青チケが出ればラッキーなんですけどね。そんな運ももちろん持ち合わせてるはずもなくですよ。こう考えると次右左っぽいんですよね。だいたい左右対称にありがちですからね。と思わせて、やっぱ運がないかそうじゃない可能性も。今左右でしょ正解。
さあ、青つけてて。社長さん、ちょっと社長さんお願いします。レベル2まで上げたのに。よし。あ、次多分右左なんですよ、きっと。ちょっと待って、そんなにたくさん来ないで。で、こっちでしょ。ちょっと待って、また鍵忘れてる。次右左だと思うんですよ。お願い、よし。青鍵。で、次左でしょ、多分。さすがにそうでしょう。よーし。あと真ん中上げて、鍵を忘れずに。結構時間シビアになりますね、そうなると。こう行って、お願い。あ、落ちきれてない。まあ、なかなか出ないといえば、出な、そんな。さあ、もう暑いから扇風機つけましたよ、もう。ずっと遊びすぎるとあれですからね。体、温まりますからね、温めますと。最初は左でしょ？左、右で。さあ、落ちけ。出ない。で、鍵を、脱出の鍵を忘れないようにしないといけないと。これ大切と。さあトロッコ、時間長いですね。待ちくたびですよ。さあこれ熊本城だから、なんかこういう狛犬ちゃんとかいるんですね。いやー、いいですね。本当行きたいですね、熊本城。またちょっと普通にこれ鍵でしょ。はい、こっち来て、こっち。閉じ込めたい、あそこに。あ、間違った、間違った。うそー。いやー、これちょっと難易度が難しくないですか？そんなことないですか？先にこっちから行っていいですか？こっちで青鬼さん引きつけて2体まとめてお相手した方がいいですよね。右と左から来るから。合体していただいた方が逃げやすいと。さあ左は何でしたっけ。右から行きますか。左右でしたよね。右はちょっと忘れかけますね、順番を。最後の最後で忘れて逆に乗っちゃったらトロッコ終わりですからね。さあローラースケート嬉しいですね、このステージ。こっちで待ち構えますか。よーし。左でしょ、左。左、右。で、次は右、左。左、右と。さあ、今度こそゴールしたい。前回よりなんか難しさが。格段と難しくなったのか、それかなるほどくんが運がなさすぎて当たってるだけなのか、どっちもありえるから悲しいですね。で次右左でしょ。鍵忘れずにと。鍵を忘れずに。でここで来るのを見越しておいて。あ、ちょっと待って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 、操作が。次何でしたっけ？右左でしたっけ？右左？これ油断もあれもないですからね。右左と。鍵も取ってゴールしないといけないでしょ？しかも時間が今で半分ですか？まあ時間なんとかなりますか？よし。さあ、深呼吸して。で、シミュレーションですね、頭の中でちょっと、どうやって逃げるかを考えて、ここでローラースケート出るまで、ね、ちょっと粘るっていうのもありですけどね。お、ピーちゃんさん、ちょっと待って待って、画面見えない。ちょっと待って見ないで見ないで、ちょっと。わっ。よーし。引きつけられたら OK。
いやー難しかったですね。さあよかったらナノクの他の動画もご覧ください。後でご覧くださいと。ということで今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらなるほど点のチャンネルの再生リストからたくさん動画ですねご覧くださいませ。高評価とコメントもお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。